金米に進めてよ。っていうかさ、今金米で思い出したけど、あのさ、お前らさ、ちょっとさ、飽きんの早すぎない？だってさ、ね？出所してきた時は閲覧4000やってさ、で、それで家帰って放送したら閲覧2000になって、そう。で、3日目は、閲覧1000になってね。で、4日目にもう閲覧500ぐらいになって、俺さっき見たんだよ。金梅さんの放送。そしたらさ、これ、もう同じ閲覧になってたよ。ほら。うん。これ。言ったじゃん、俺。金梅さんね、4日ぐらいで閲覧元に戻るよって。じゃ本当に戻っちゃったよね。金梅さん、俺。ほら、200人。今日の昼のね、12時にやってたんだよ。そう。で、これは30分経過して、閲覧290だよ。200台。戻っちゃったよ、また閲覧、これ、金梅さん。今配信やってるのは知んないけど。言ったじゃん、俺4日ぐらいで戻るよって。誰かがね、金梅さんこれでまた閲覧復活するとか言ってたじゃん。うん。いや、俺は違うよって。絶対戻るから、またね、300か200に戻るよって。4日、4、5、ね、1週間持たないよって。かわいそうで、ねえ、うん、飽きんの早すぎない？やじ馬しかいないじゃん、もう、金梅さんにも。もうやじ馬だけじゃん、金梅さんにいるの。自分のリスナーが減りすぎだしょ。うん、おすすめ規制で、俺もおすすめ規制で。うん。ね？おすすめ規制だろうがなかろうが、だって、前回おすすめ規制じゃなくて300だったんだよ。逮捕前は。うん、逮捕前で300でおすすめ規制で300だったら、逮捕前で300って何だったんじゃ。しかも俺もおすすめ規制、いや、おすすめにないでしょ、俺。おすすめボタン押してみ、携帯で見てる方は。うん、俺おすすめにいねえだろ。俺もおすすめ規制だよ。うん、俺なんかもう、1年以上おすすめ規制だよ、俺だって。うん、そうだ、俺おすすめ規制だもん。そんな言い訳になんねえだろ、おすすめの規制だ、俺だ。おすすめ規制は、俺と金梅さんと、火薬と、ゼロワン。この4人がおすすめ規制。視聴者数はだって、おすすめじゃないから出るでしょ。いや、おすすめ規制出ません。俺、おすすめね、自分で、放送中ね、おすすめボタンを押しても上にいないもん。うん、おすすめ出ないんですよ、俺。だからおすすめ規制かかってる、俺。視聴者数は出るんじゃない？おすすめとは違うかね、視聴者数は。まあ、金梅さんね、頑張ってくださいよ。また閲覧戻っちゃったけど。うん、閲覧戻っちゃったけど、うん、なんで酒やめちゃったの？あそこのタイミングで酒やめちゃったら、また戻っちゃうよ。酒を解禁しないと、あそこで。せっかくね。うん。酒をね、飲まなくなったら終わりだよ。あのタイミングで酒をまたやめちゃったわけじゃん。うん。ちょっと待って、飲んでるって本当なの？飲んでてあの閲覧なの？もう金梅さん。ねえ。いや、飲んでんの、まさか。まさかの飲んでんの。あ、そうなの？ちょっと待って、じゃあ、今の状況って飲んであんな閲覧300なの？金梅さん。もう、金梅さん終わりだよ、もう。ねえ。金梅さん、もう、終わり。うん。オワコンだよ、もう。完全にオワコンだよ、もう。で、飲んでその閲覧はないじゃん。本当に飲んでんの、今。飲んでその閲覧はないよ、金梅さん、ほんと。いや、それはさすがに、金梅さん、ちょっと、考えた方がいいっすよ。飲んで、いや、飲んだら復活すると思うじゃん。でも復活してないんでしょ？だって300とかでだって。見たとき俺。あ、飲んで昨日600あったんだ。いやでも600しかないの、金梅さんも飲んで。まあ、そうだね。まあでももう終わっちゃったのかな、金梅さんはも